カシ線は、福岡県福岡市東区の西戸崎駅から、同区のカシ駅を経由し、同県カ谷郡海町の海駅に至る、九州旅客鉄道の鉄道路線である。西戸崎駅カシ駅間は、海の中道を通っているため、この区間には、海の中道線という愛称が付けられている。福岡市への通勤、通学路線となっているが、もともとは、 カスヤ丹田の海軍炭鉱、新原最丹所開設による海軍の軍艦用石炭を西都機構へ運ぶために建設された。また1985年4月以降、日本国有鉄道 JR で唯一、奇襲天両方の駅でた路線との連絡が全くない路線である。ガンの末海の中道駅間では、砂丘の真ん中を線路が貫いているため、線路際に、 防災壁が設けられるなど、防災対策が施されている。全線が、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の、福岡近郊区間、及び IC 乗車カード、守護下の、利用エリアに含まれる。また2011年10月31日までは、北部九州地区の直乗車カード、YY カードが、中駅長蛇丸駅間の各駅と末中央駅、 海駅で利用可能となっていた。JR 九州の一般向け列車位置情報システム、どれどれは導入当初は、菓子井駅停車中の列車のみ、鹿児島本線のページから見ることができたが、サービス開始に遅れて2017年2月28日に、菓子井線全線の列車位置情報の提供が開始された。これは2017年に菓子井線が CTC 化され、 閉塞方式が特殊自動閉塞式から特殊自動閉塞式へ更新されたことに伴い、リアルタイムでの在線情報が取得できるようになったためである。2018年9月28日にラインカラー、駅ナンバリングが設定された。カシー線のラインカラーは青、路線記号は JD である。全員区間が本社鉄道事業本部直轄となっている。優等列車はなく、 すべて普通列車である。二千十八年三月十七日のダイヤ改正で、朝ラッシュ時に、西戸崎駅海駅間の全線直通列車が七点五往復運行されるほかはすべて、菓子駅を境に、系統分割された。西戸崎駅菓子駅間、菓子駅海駅間ともに、おおむね朝夕ラッシュ時には二十分間隔、日中、夜間には三十分間隔で運行される。 カシー駅始発の上り最終列車のみカリノス、泊まりである。全列車ワンマン運転を実施しているが、車内での運賃に終時は行っていない。2019年3月15日までは、朝のラッシュ時及びコンサート等の臨時列車の3両4両編成列車については、車掌が乗務していた。平日朝には西戸崎駅発博多駅機の 鹿児島本線直通列車が一本設定されている。博多駅直通列車は2005年3月1日のダイヤ改正で一度廃止されていた。そのため、運用車両の車両基地出入庫のため、菓子駅、竹下駅間で車両改装を行っている。2020年3月14日のダイヤ改正で、平日朝に博多駅への直通列車が再設定された。 国鉄時代の旅客列車は、本数が少なく、1986年3月3日、ダイヤ改正時点で1日あたりに戸崎駅、かし駅間が12往復、かし駅、海駅間が11往復の運行であった。西戸崎駅側にも、滋賀島から天神までの西鉄バスの路線があり、時間帯によっては、バスの方が便利な場合があった。 1980年頃には地元でも廃止が噂されたこともあったが、JR 化を目前にした1986年11月1日のダイヤ改正で16往復に増発され、JR 九州発足後の1988年3月13日改正で大幅に増発され、終日20分間隔での運行となった。さらに、和白駅。 新原駅の交換設備復活や中道信号上の再設置などが実施されたが、2018年3月17日のダイヤ改正では減便されている。2016年時点で日中の運行パターンでは交換設備をほぼすべて使用しているため、これ以上の増発は不可能であるが、交換設備の復活、増設、伏線化、電化の予定はない。 ただし、2019年に蓄電池電車の運転を開始したため、カッシー駅に充電用の河川が設置された。1964年までは、石谷輸送の貨物列車が、1984年までは、自動車運搬貨物列車の運行があり、特に古くは、石谷輸送の貨物列車が多かった。このほか、機動車では、キハ17系、キハ20系、 キハ35系、キハ45系が国鉄時代に運用され、蒸気機関車も博多湾鉄道の時代から走り、戦後は C11 系、C12 系蒸気機関車やデジュー系ディーゼル機関車が運用された。貨車は石炭車、セム1000系、セム8000系、セライ1系、セフ1系、セムフ1000系、北海道から転属した。 ボギー石炭車石3000系、石6000系、有害車、ワム6万系、ワム7万系、わら1系、車掌室付、国鉄ワフ2万1000系、ワフ2万2000系、ワフ2万9000系、ワフ2万9500系、ワフ3万5000系、車掌車よ3500型、よ5000系、車運車、区5000系の運用もあって、回送列車で、特急用の客車、 古くは、蒸気機関車借員の客車列車で、スハフ32、スハ32、オハフ30、オハ31等も使用された。カッシー線は、海軍が新原に開設した、新原最短所の海軍用石炭輸送を第一の目的として、カスヤ丹田ンンから産出される石炭を西都機構に輸送するため、博多湾鉄道により建設された鉄道路線で、 1904年に、西戸崎駅末駅間が、翌年に、海駅までが全通した。締めに、海軍燃料省最短部第5項の開港で、1909年には、貨物支線が、締め駅に延長され、さらに、末町旅石に、海軍単鉱第6項の開港で、1915年には、旅石駅に延長された。1919 19年には、 筑前三宮鉄道が開業し、旅石支線の指名駅と筑前三宮鉄道の新指名駅で接続した。1924年には、同じ博多湾鉄道基線の貝塚線が開業し、和白駅で接続している。1942年には、陸上交通事業調整法により、博多湾鉄道基線は、九州電気軌道に合併し、西日本鉄道を形成。 同社のカスヤ線と旅石支線となった。1944年には、同じく西日本鉄道に合併されていた、旧筑前三宮鉄道の海線とともに、戦時買収され、カスヤ線と旅石支線は、カシイ線と同貨物支線となっている。なお、竹下博多カシイ坂戸締めよ静か、竹下でデルタ線を形成しており、後年、 特急列車の方向転換に利用された上記以外の駅は無人駅である。平均通過自民旅客運輸収入は以下の通り、ありがとうございます。